もも裏がいて。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、太ももの裏を重点的に鍛えますんで、前ももが張りやすい人とか、あとはスクワットをしてもね、太ももが細くならない人におすすめのメニューです。2種類ね、やっていきますんで、よかったら一緒にやっていきましょう。ではですね、まず立ちます。ちょっと分かりにくいと思うんですけども、膝は少し曲げた状態で行います。少しだけ膝曲げておきます。じゃあまずね、手は頭の後ろに行きましょう。このまま股の下から後ろを覗く感じで頭を下げて戻します。頭を上げた時も膝は少し曲げたままです。ずっと膝を少し曲げたままです。これはまず20回いきましょう。一緒にいきましょう。1 2 3、しっかり後ろを覗きます。4 5 6 7 8、お尻をねしっかり出していきましょう。9 10、膝を少し曲げてお尻をしっかり後ろに出して後ろを覗きます。4 5 6 7 8 9 10。はい、今度はですね、前からになったままで足を軽くタッチします。交互に膝をね少し曲げたままです。体重を右左とね移していきましょう。こういう感じです。できるだけ左右にしっかり振ってください。お尻しっかり出したままです。はい、これも15秒いきましょう。1 2 3、しっかり左右に振ってください。4 5、お尻をしっかり出してください。1 8 9 10、あと5秒。1、膝を少し曲げたままです。3 4 5、はい、 OK、 お疲れでした。はい、皆さんお疲れでした。今のね、2種類1セットしかしてませんけども、これ毎日ね寝る前とかにやってもらって、あとはストレッチをねしてもらって鍛えていくとですね、前ももの張りがだいぶ落ち着いてきてですね、ももの裏に力がついてきますんで、普通のスクワットをしても前ももが張っちゃう人はね、こうやって後ろのももをね鍛えていくことによってバランスが良くなりますんでね、綺麗な足ができてきます。なので皆さん、ぜひ行ってみてください。そしてブログにもね、太もも痩せの記事書いてますんで、よかったらご覧ください。お疲れでした。